今回は東邦大学の公式情報などをもとに腎臓に良くない行動2000について動画で解説していきます。我らつく腎臓といえばおしっこを作る臓器でしょと侮っている人もいらっしゃるかもしれませんが、腎臓の働きを知ると書き換えのない腎臓を守る気満々になりますので、まずは腎臓の役割を2点ほどざらっと解説させていただくと、1つ目が体のろ過機能でございます。例えば水槽を買ってきて魚を育てる場合、毎日餌を突っ込んだり魚がうんちをしたりするかと思いますが、ここでろ過装置がなかったらその水槽はこんな感じで世界一汚い川、インドネシアの川みたいになる。これと同じように体の6割から7割が水分でできている人間と呼ばれるでっかい水槽、ここに毎日食事が突っ込まれたり魚がうんちをするように、毎日生きているだけでいろんな老廃物が溜まってくる。そんな体内と呼ばれる水槽を毎日ろ過してこんな感じで日本の川みたいに綺麗にしてくれているのが体のろ過装置腎臓くんなんでございます。ちなみに体に溜まる有害物質や老廃物は 75% が便、20% が尿、3% が汗、2% が爪や髪から排出されると言われていて、要するに3、4日でうんち1日分の不純物をろ過しておしっことして排泄しているのが腎臓なんでございます。そして腎臓の働き2つ目が体の現状維持システムでございます。我々人間の体は1週間後も1ヶ月後も1年後も大体同じ。ただしかし我々の体を作っている毎日の食事は全然違うわけでございます。どういうことかというと、我々の体は毎日細胞分裂を繰り返し、何ヶ月かすればほとんど入れ替わっているなんてことを一度は聞いたことあるかと思いますが、要するに自分の体と呼ばれる家を数ヶ月で同じように建て替える必要がある。ただしかし自分と呼ばれる社長は毎日違うものを食べるから、今日は材料として木材、明日はコンクリート、明後日は鉄みたいに毎日違う材料を仕入れてくる、ブラックを通り越したパニックな職場が体内で完成しているわけでございます。そしてここでも活躍してくれるのが腎臓くんで、具体的には人間の体のおよそ6割から7割を占める水分、体液をちょうどいい状態に保って同じ家ならぬ同じ体を保ち続けるという離れ技をやってくれているわけでございます。こんな理由から腎臓の健康具合とその人の老化速度は密接に関係していると言われていて、例えば同窓会に行くと昔はイケメンだったのに今は残念な人がいたり、反対に昔はパッとしなかったのに今は若々しく肌ツヤも良くてパッと輝いている人もいらっしゃるかと思いますが、これは体をろ過してさらには体と呼ばれる家をいつも同じように保ち続ける腎臓の健康具合に大きく左右されるわけでございます。ただこの腎臓結構壊れやすく、日本の成人7人に1人が慢性腎臓病と呼ばれていて、さらには人生100年時代、要するに壊れやすい腎臓を100年使うという離れ技を行うためにも、今回は腎臓に悪い行動、いい行動2000を紹介するという動画でございます。というわけで腎臓に良くない行動1つ目がカップラーメンでございます。急に当たり前のことを言い出して見るのをやめてやろうかと思った人もいらっしゃるかと思いますが、カップラーメンがなんで腎臓に悪いかを知ると腎臓の守り方がわかるという教科書的食品、それがカップラーメンなんでございます。カップラーメンが体に悪い理由はいろいろありますが、特にやべえのがムキリンでございます。いきなり出てきたリン、こいつは骨や歯を作るのに必要なミネラルの一種。例えば人間の体の中で一番量が多いミネラルといえばカルシウム、そして2番目に多いミネラル、それがリンでございます。ちなみに1番目と2番目に多いカルシウムとリンがくっついて骨や歯ができていくみたいなイメージでございまして、これだけ聞くとなんか良さそうに聞こえますが、リンは体内で過剰に溜まりがちな栄養素なんでございます。例えば人間以外にもネズミ、ウサギ、ゾウといった様々な動物がいて、
この動物の寿命は体の大きさに比例するなんてことを一度は聞いたことあるかと思います。例えばネズミは3年、ウサギは10年、人間は約80年と体の大きさにかなり比例しておりますが、ここで医者である黒尾誠先生が書かれた腎臓が寿命を決めるという書籍に出てくるグラフを引用させていただくと、こんな感じで、例えば小さいコウモリは30年、人間より明らかに大きい象は70年、さらにネズミは3年ですが、裸デバネズミと呼ばれるネズミは28年と、同じネズミでも10倍近く違ったりして、例外の動物もかなり存在しているわけでございます。ただここで体内の便を排泄する能力が高い順、血液中の便濃度の順番に動物を並べ替えたグラフを引用させていただくと、こんな感じで綺麗に並んじゃうわけでございまして、この体内のリン濃度を調節して余計なリンを排泄してくれているのが、そうです、今回の主役腎臓くんでございます。要するに動物の寿命は腎臓の強さ、健康具合にかかっていると言っても過言ではございませんが、ここでブキリンがゴリッゴリに含まれたカップラーメンや加工食品を食べまくると腎臓の仕事量がシンプルに上がって負担がかかりまくるという仕組みでございます。実際に血中リン濃度が正常範囲の人およそ4000人を対象にした疫学調査研究では、血中リン濃度が高い人は低い人に比べて 70% も死亡率が高くなるという結果も出ているから気をつけてと、腎臓が寿命を決めるという書籍の中で黒尾先生が語られているわけでございます。要するにいつまでも若々しく健康でいたければ、リンの摂取量を意識するのはめちゃめちゃ大事。そしてこのリンには大きく3種類あって、注目すべきは吸収率でございます。具体的に言うと、1つ目、植物性の有機リン、吸収率 20-40%。 2つ目、動物性の有機リン、吸収率 40-60%。 そして3つ目が無機リン、吸収率ほぼ 100% で、よく問題視されているのが吸収率バリテクな無機リンでございまして、どういったものに多いかというと、加工食品全般でございます。カップ麺や冷凍食品、菓子パン、お菓子、清涼飲料水など入っていないものを見つける方が難しいくらい無機リンだらけでございまして、しかも無機リンという名称ではなくて、いろんな名称で呼ばれていて、めっちゃわかりにくいわけでございます。具体的には東邦大学の公式ページによると、こんな感じでございまして、リン酸塩ならまだわかるけど、乳化剤、強化剤とか言われるともうお手上げ。さらにはご自宅にある加工食品やカップ麺の成分表示を見てもらうとお分かりかと思いますが、カップ麺の成分表示はこんな感じで記載されていて、無機リンとは書いていないし、量も多いしでパニック状態、もはや相手を混乱させて思考停止にさせてから買わせる作戦かなと思うくらいに、たくさんのリン添加物がしれっと入っていて、そんなリン添加物だらけになった体を一定の状態に保ったりろ過したりする腎臓くんは本当大変なんでございます。ちなみにそんなカップラーメン発祥の国はなんと日本でございまして、世界的に見てもカップ麺の消費量が多い国、それが日本なんでございます。具体的にはカップ麺の消費量ランキング第1位が中国、第2位がインドネシア、第3位がインド、第4位が日本と、人口が10倍以上も多い中国、インドの次につけていて、なかなか嫌なランキング。ちなみに、インドの人口は 14.08 億人で、年間 60.6 億食カップ麺を食べて第3位。そして、日本の人口は 1.25 億人で、年間 57.8 億食のカップ麺で、僅差の第4位。要するに、一人当たりに換算すると、日本人はインドの10倍以上食べていて、カップ麺は美味しいけど気をつけようと、なんだか思っちゃうわけでございます。ちなみに、どうしてもカップ麺を食べてしまった場合は、腎臓を守る行動2つ目、運動して、リンを骨に封じ込めるのがおすすめでございます。例えば、宇宙にいる宇宙飛行士さんは、筋肉量が通常の約2倍のスピードで減って、骨量に至っては、なんと地上の
10倍の速さで低下するなんてことを一度は聞いたことあるかと思いますが、この理由はシンプルに無重力で体がふわふわ浮いている状況になると筋肉や骨は体重を支える必要がなくなる。その結果体の重みを支えるという重労働から解放されて筋肉と骨はニード状態。そうすると筋肉は衰えて骨もこんなに硬くなる必要ありませんよねとなりまして、骨の中の塩やカルシウムがどんどん血中へ飛び出して骨も脆くなるわけでございます。そうするともちろん骨から溶け出た塩によって腎臓にも悪影響が及んだり、宇宙空間までは行かなくても例えば座ってる時間が長いとか寝っ転がってダラダラするのが好きでも運動は嫌いみたいな骨への刺激が少ない生活をしていると、骨からリンやカルシウムがどんどん溶け出て血中のリン濃度が上昇するわけでございますし、骨粗鬆症の予防にも運動が推奨されるのはこういった理由があるからでございます。カルシウムとリンは体の中のセメントみたいなイメージでございまして、運動なんかで刺激を与えれば骨の強度を強くする必要がありますなとなりまして、体の中のセメントならぬカルシウムとリンをぬりぬりして骨が強くなる一方で、運動をしないともう必要ありませんねとなりまして、即座に回収されて血液中に溢れかえる。そうするともちろん骨が脆くなりますし、カルシウムとリンと呼ばれるセメントが骨以外のところで固まるとこんな感じで血管が石灰化したり、他にも高血圧、動脈硬化などいろんな悪影響が出まくる体中カチカチ状態が完成しちゃうわけでございます。なのでどうしてもカップ麺を食べてしまった場合は、ウォーキングや筋トレをして消費カロリーを稼いで、さらには骨の中にカルシウムとリンをぎゅっぎゅうに封じ込めて自分のかけがえのない腎臓を100年守り続けましょうと、そういうわけでございます。あとちなみにこんな感じ、さらにはこんな感じで痩せる人が出まくっているダイエット情報を永瀬の本棚公式 LINE 限定で定期的に配信しておりますので、そんな情報をゲットしたい方は概要欄のリンクからご覧いただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。